皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画ですが、タイトルにもあるように、ここまでこのチャンネルで考察してきたスタンスを一旦まとめてみようかなと思っています。まずはここまでフォローしてくれる皆さん、見に来てくれる皆さんのおかげで YouTube 活動を楽しくやらせてもらっています。本当にありがとうございます。最近は古代史のシリーズが続いていて、その中でも阿波徳島に注目してやってきました。ただ実際に現地に足を運んだところを中心に見ていくというのを大切にしすぎた結果、時系列とかが少し分かりにくい部分もあったかもしれません。阿波や四国が重要な場所だという基本スタンスは今後も変わらず進めていく予定ですが、当然ながら東日本も中国地方も九州も日本の歴史を見ていく上では全部が重要なのは間違いないです。阿波説といってもいろいろな見方があるので、じゃあこのチャンネルではその中で阿波や四国がどのような立ち位置なのかということをここでまとめておくことで、ここから続いていく果たし月読みシリーズもより楽しんでいただけるんじゃないかと思っています。それでは今回もよろしくお願いします。では改めて阿波説って結局何ということなんですが、そもそもこれまで阿波や四国の古代史ってほとんど注目されてこなかったエリアなんですよね。せいぜい印旛氏がどうとか、剣山のソロモンアーク伝説や空海が作った四国88箇所霊場のお遍路さんなどが都市伝説的に語られる程度で、古代日本の歴史の中で阿波や四国が実際どんな役割を担ってきたのかについてはほとんど知られてこなかったのが実際のところだと思います。そのため阿波や四国の古代史を深掘りしてもそもそもイメージが湧かないという人もまだまだ多いと思いますし、それはある意味当然のリアクションなのかなとも思っています。そのあたりをこの動画でほぐしていけたらいいなと思うんですが、実は阿波説といっても実際にはその中で人によっていろんな見方があるんです。なのでまずはそこから見ていこうと思います。いくつかある説の中でもまずはやっぱり古事記阿波説になりますかね。古事記に書かれている地名やストーリーが徳島の地名地理からことごとく説明できてしまうことから、古事記の物語は阿波国内で実際に起こったこと、高間の原は山の方にあって、そこから平野部に降りていったのが天孫降臨、神々の誕生も全て阿波から始まっているという感じの説です。これは古事記こそが正史だという前提で考えられている説ですね。2つ目にあるのは邪馬台国阿波説です。最近はこの説が広まったことで阿波説が注目されることになったような気がします。これは「魏志倭人伝」に書かれている邪馬台国が九州でも畿内でもなく阿波あるいは四国三条にあったという説です。しかしこれが大和王権につながるのかどうか、それとも別の一勢力に過ぎなかったのかというところは、これもまた阿波説の中でも意見が様々なようです。そして3つ目が剣山のソロモンアーク伝説から古代イスラエルやユダヤとの関係性を指摘する説です。古代イスラエルの失われた十氏族がソロモンの秘宝アークを持って日本にやってきて、剣山に神宝を隠しそのまま四国に住み着いたという説ですね。大きく分けると阿波説の中にもこの3つの見方があるんですが、ここでもさらにいろんな考え方があるというのがざっくりした説明になります。では「進撃の歴史旅」ではどんな考え方でいるのかということですが、分かりやすくなるように時系列で見ていきましょう。まず日本列島には1万6000年以上前から存在していた縄文文化があります。1万2000年前前後で環境の変化、海面上昇が始まり、海沿いに住んでいた人たちは移動を始めます。その後7300年前の機械カルデラの大噴火が起こり、その影響で西日本側が生活しにくい状況になったことで、縄文中期以降縄文人の中心は関東から東北へと移っていきます。そのためこの頃の日本列島の中心は東日本だったと考えることができます。東の方に日高見の国があったとする説もありますが、僕はこの縄文時代に栄えていたであろう東日本側を日高見の国と呼んでいた可能性もあるんじゃないかと思っています。ただしここはまだチャンネルでは深掘りできていないので、縄文時代含めこれはおいおいしっかりとやっていきたいなと思っています。
そしてこのアカホヤの大噴火のタイミングで日本列島から海を渡って世界中に散らばっていった人たちがいました。そのうち西へと向かい中東のオリエント地方をシュメール、メソポタミア、エジプトなど長い時間を経て古代イスラエル経由で帰ってきた出戻りグループが淡路島にたどり着き、そこから四国へ入って阿波を中心に国づくりを始めます。つまりこのチャンネルでの阿波説という視点で言うならば、ここからがスタートという考え方です。古事記日本書紀はこの出戻り組以降の歴史を中心として編纂されたんじゃないかと考えています。イザナギイザナミの国海が淡路島、四国の順番になっているのはその上陸の流れを表しているということになりますね。ただ忘れてはいけないのは、縄文晩期には全体で数万人程度まで人口が減ってしまっていたと言われていますが、東日本側にはこの列島に残った縄文人のコミュニティがまだ存在しています。そして北イスラエルが滅亡したのが紀元前722年、そこから東へ移動して最初に四国にたどり着いた帰還組が神武天皇即位の後期スタートと言われている2600年前で仮に表現されているとします。この頃にはすでにいわゆる弥生時代は始まっていることになっているので、例えば九州や中国地方などに彼らより先に入ってきていた別のグループがいくつかあったと考える方が自然ですよね。そしていわゆる古代出雲なんかがここで絡んでくるんじゃないかと考えています。ただしこれも阿波の古代史をやっていると必ず出てきますが、徳島の東南の海側は出雲と呼ばれていて、本宮とされる神社もあります。僕も一度参拝してきましたが、ここには金城陛下も皇太子時代にお忍びで参拝にいらっしゃってます。また同じ海側にある別の神社から島根の出雲に移された神社も実際に存在しています。しかもおそらくこの移動には印旛氏の足跡も見え隠れします。後で詳しくやりますが、出雲にも印旛はいるんですね。ということで阿波から島根に神社が移されているのは間違いないんですが、時系列で考えるとおそらくそれは大和が連合国家になって以降の話だと思うので、それ以前に中国地方や九州にも国はあったと考えると、出雲というものはただ阿波から島根に移っていっただけの単純な話ではないと僕は考えています。なのでこれについては一旦ここまでにして、また別でいずれちゃんとシリーズにしていこうと思います。そんなこんなで阿波から始まった古代イスラエルからの出戻り組による国づくりは、四国を中心に西日本側の国を少しずつ従わせていきます。魏志倭人伝に書かれた大和国の倭国大乱の時代を経て、西日本連合国家の中心となって奈良の纏向で政治が行われるようになっていきます。纏向遺跡の発掘からもわかるように、大人数が住む住居跡は見つかっていないので、纏向はあくまで連合国家として集まって政治を行う場所です。現代にわかりやすく例えるなら、纏向が東京で阿波や四国は京都といった感じでしょうか。こうして西日本側がある程度落ち着いてきたことで、崇神天皇の頃からようやく東側への進出が始まっていきます。それはこちらの動画で岐阜の神社からいろいろと考察してみました。大まかにまとめていくとこんな感じの流れになります。なぜ古事記の舞台が阿波で作られているかというと、それは日本の全てがこの阿波から始まっているということではなくて、それはこの出戻り組による新たな国づくりのスタートが阿波だからです。そしてこの古代イスラエルからの出戻りグループが合流していって、彼らが中心となって大和国から日本国を作ってきたから、危機ではイザナギイザナミ以降の出戻り組が中心の話になっているのではないでしょうか。北イスラエルの失われた十氏族はチリジリになって離散したことになっています。阿波のグループはこの出戻り組の最初の集団であって、別のルートを通りながら後から遅れて戻ってきたグループもいて、それらがこの東の果ての島国で合流していくという流れをぜひ覚えておいてください。
それが今後つながっていく予定なので、続きはぜひお楽しみに。ということで、ここまで一通り考えていることを大まかにまとめてきましたが、今回せっかく阿波説についてまとめたので、阿波といえばということで、もう一度改めて印旛市や三木家、そして大城西や新田などについても見直してみようと思います。平成から令和へと変わった時に、天皇の代替わりの儀式として大城西が行われました。ついこの間のようにも思えますが、今が令和5年なのでもう5年も経っちゃうんですよね。この時大城西で使用する麻の織物新田絵を皇室に調進したのが三木家当主三木信夫さんでした。当時は阿波印旛の直系子孫で現当主として説明されていたと思います。中世に歴史の表舞台から姿を消した謎の祭祀集団と言われていた印旛氏の血脈が現代までつながっていて、しかも皇室の大切な祭祀に今も関わっていたなんてすごいなぁと当時感動して見ていたのを覚えています。そしてこの出来事もこのチャンネルを始めた大きなきっかけの一つにもなるんですよね。ところがあれから5年経って三木家や印旛氏に対する新たな情報もかなり更新されているんですが、一般的には広まっていないどころかやっぱり興味も薄まっているというのがほとんどだと思います。なので改めてもう一度そのあたりの情報を踏まえつつ、大城西と新田絵が持つ意味について一緒に見ていきましょう。新田絵とは天皇陛下が即位されるときに一度限り行われる大城西の時に神がお召しになる神味噌としてお祭りする大麻でできた織物のことで、阿波国印旛氏が織ったものを用いると古来から決まっています。逆に印旛氏直系以外が織ったものは新田絵としては認められないということもはっきりと明記されているそうです。大城西の時に皇室から宮良官度のところに依頼が来て、そこから阿波印旛と共に新田絵を作り皇室に調進します。新田絵は現在は一般的には縁起式に記載のこの漢字が当てられているんですが、他にもいろんな漢字が当てられていて、そのうち古くからは万葉仮名で新田絵というこんな漢字が当てられていたそうです。先ほど三木家は宮良官度と説明しましたが、このあたりももう少し詳しく見てみましょう。宮良官度とは説明した通り皇室から新田絵の制作の依頼を受けて、その制作から皇室に納めるまでを一手に統括する家筋の人を指します。逆に宮良官度の指示で新田絵を制作する立場の阿波印旛の人たちのことは溝人と呼ぶそうです。実際の工程はどうなのかというと、まず麻の種をまいて育てるところから始まっていくわけなんですが、育った麻は山から下ろして、現在式内社の印旛神社として否定されている山崎印旛神社にて織物にしていきます。そしてこの織物が完成して終了というわけではないんですね。重要なのはこの後、一旦宮良官度である三木家の元に戻されて、ここで出来上がった織物に神様を降ろす祭祀が行われます。そしてこれによって初めて新田絵になるんだそうです。ちなみに大麻の学名はギリシャ語でカンナビスサティバと言います。日本では神様が鎮座する山や森のことをカムナビと言いますが、ここもリンクしていて面白いですよね。その後は勅使と一緒に宮中まで運んで、ここで一旦保管されます。そしていよいよ大城西が行われる当日になると、再び宮良官度が受け取って直接大城宮にお供えされ、祭祀の時は陛下がお一人でその中に入り、その神様と対峙されるということです。新田絵ってなんとなく祭祀を行う時に陛下がお召しになるものなのかなと思っていた方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。でも実際にはこの織物自体に神を宿し、陛下がその神と対峙する、ある意味より代のようなものなんですね。さてここで皆さん何か疑問も感じませんでしたか。印旛氏は古代から祭祀に関わり領土開拓に努めたと言われてきた一族なので、今もこうした重要な祭祀に関わっているというのは普通に理解ができます。しかしいくらそれを統括する立場とはいえ、宮良官度の手によって神が降ろされ大城宮まで直接入れられる、
そして陛下はその神と対峙して初めて天皇陛下として即位が認められるというのは、何かそれ以上のものを感じてしまうのは僕だけでしょうか。ちなみにかつてはミアラカンドであれば、官位を持っていなくても殿中に上がることが許可されていたそうです。インベ氏は中世に藤原氏との再試験争いに敗れて失脚したというイメージでしたが、それでもこの新たえは三木家と阿波インベでなければ作ることが許されなかったというところに、三木家や阿波インベの特殊性を感じますね。では次はインベ氏についてももう一度おさらいしてみましょう。これも一般的には誤解されていることが多いんですが、インベ氏イコール阿波ではないんですね。インベ氏は天の岩戸神話の時に活躍をした雨の太玉の御事を祖とする中央インベがいて、それと別にそれぞれが特化した技術を持つ技術者集団の地方インベを中央インベがまとめている。簡単に言うとこんな形になっています。そして阿波インベ自体はその中で雨の日和しの御事を祖として、麻や釉の生産を担う地方インベということになるんですね。インベ氏には他にも竹や盾を治める讃岐インベ、そして先ほどもお話ししましたが玉を治める出雲インベ、宮殿の木材を治める紀伊インベ、火事に携わった筑紫インベと伊勢インベがいて、さらに越前、淡路、備前、沖ノ島、そして千葉県の阿波などにもインベ氏がいました。インベのイムという文字は古代においては汚れを避けて神聖な仕事を行う集団という意味だったものの、これが後に仏教が入ってくるようになると真逆の意味になってしまったために、803年にインベと漢字を改めることになります。ちなみに阿波インベは雨の日和しが祖であると言いましたが、現在では太玉系と日和し系が混ざり合っているため、どの家がどちらとは言えなくなっているそうです。このようにインベ氏といえば阿波と思っていた方も多いと思いますが、実際にはその中でもいくつかの系統グループがあるというのは意外と知られていない事実になります。そしてインベの血筋の家から選ばれる75人の名土を中心に、彼らしか神輿を担げないという独特な祭りを行っている白人神社、そのすぐそばにある岩坂神明神社、この形が日本の神社とは明らかに違っていて、逆に古代イスラエルのテルアラド遺跡に形が似ていることや、さらにこの遺跡の壁から祭祀に使ったとみられる麻の成分が発見されていることから、やはりインベ氏と古代イスラエルにはつながりがあるように見えますよね。ではここで先ほどの疑問を思い返してみます。三木家はこれまでは阿波インベの直系として紹介されてきました。しかし天皇陛下が即位される前に、一代で一度きり行われる大城祭、そんな重要な祭祀において新たえに神を下ろし、祭祀が行われる大城宮まで直接運び入れることを任されるミアラカンド三木氏とは本当に阿波インベなんでしょうか。現当主の三木信夫さんは様々な講演会などでも発信されているので、そうしたご本人からの情報も元にまとめてみようと思います。まずこの大城祭は古来から行われてきた重要な祭祀になります。三木さん曰く大化の改新以前から行われていたそうですが、当時は記録には残さず口頭のやり取り、いわゆる口伝で情報を伝達しながら行われていたそうです。それぐらい古くから阿波インベをまとめて新たえを調進してきたのが三木家になります。南北朝時代には南朝に属して山岳領主として南朝を助けたそうです。しかしそんな時でもやはり天皇に即位するためには新たえが必要不可欠だったそうで、南朝だけでなく敵方である北朝側にも新たえを調進していた記録が残っています。そうまでしてでも三木家と阿波インベが作る新たえが即位には必要だったということなので、やはり皇室にとってとても重要なものだということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。しかしその後騒乱が激しくなってきたことも影響して大城祭自体が途切れてしまうんですね。室町時代以降は三木家は阿波細川氏の秘官となって、だんだんと武士化、江戸時代には機能して庄屋となっていきます。そして南北朝以来途切れていた大城祭ですが、大正時代から正式に三木家による新たえ調進が復活して今に至ります。ちなみに三木氏は阿波の三木家の他にも讃岐、播磨、
飛騨、三河などにも三木氏がいます。それぞれ一般的に伝わっている系図などを見ると出自はバラバラなんですが、どこも意味深そうな場所ばかりなんですよね。例えば飛騨には古代飛騨王朝説がありますし、三河も大城祭の時に阿波で作られた荒田絵とともに三河の絹で作られた仁木田絵が調神されるんです。ひょっとすると三木という宇治自体にも何か深い謎が隠されているのかもしれませんね。ということで三木家についてもざっと見てきました。このように三木家には古くからの朝廷や歴代の幕府とのやり取りだったり大城祭にまつわる資料がたくさん残されていたそうなんですが、さまざまな情報が出てくるようになった結果、三原神戸三木家はこれまで言われていたような阿波院部直系ではないということが分かってきているんです。ここまで見てきたように三原神戸には特別な役割が与えられています。そして鎌倉時代の古文書には阿波院部の長者の言うことは無視していいから早く三原神戸に就任してくれといった内容のことも書かれていたそうです。阿波院部の長者の言うことを聞かなくていいと直接お達しが来ているということは、やはり三原神戸は阿波院部とは違う系統と考えることができそうですよね。このあたりについては三木さんも神様を降ろす役目を考えると雨の日和し系ではなく高み結びにつながっている雨の太玉系の方が納得できるというようなことをおっしゃっています。天皇の代替わりの時に一代で一度切り行われる千祖大城祭、この時に神様を降ろす頼代として新田絵を調神してきた阿波三木家と阿波院部氏、代々新田絵は阿波院部が折ったものではなくてはいけないと決められていること、そして完成した織物に三木山のこの場所で三木家の当主によって直々に神様が降ろされ、それによって初めて新田絵となること、こうした事実から考えていくと三木家は阿波院部ではなく高み結び雨の太玉に通じるもっと特別な家柄なのではないかということでした。良い大浅を作るには適した条件が揃った場所でなければいけないということなんですが、三木山と同じくらいの標高や環境であれば、例えば紀伊の山々や京都や丹波にかけての山々にも同じような条件の場所はあるはずです。にもかかわらずそれが奈良や京都の近くではなく古来からずっと阿波で作られ続けている点を見ていくと、やはりこの場所は皇室にとって重要な場所だと言えるのではないでしょうか。そして南北朝以降新田への調神が途切れてしまうという話もしました。これについてはどちらかというと武家政権が続いて武家が政治と経済を仕切るようになったことで朝廷にお金が回らなくなってしまったというのが大きな原因だったと思います。武家が力を持ち領土争いに明け暮れていく中で朝廷の祭祀には目もくれなくなってしまった弊害はとても大きかったと思います。学校の歴史の教科書でも南北朝時代頃までは後醍醐天皇など天皇陛下の名前が出てくるんですが、室町時代以降になると幕府の将軍や戦国大名など戦のことしか出てこなくなるので、その裏でどんな天皇がいたのか知らない人の方が多いと思います。でもちゃんとその裏で現在まで126代皇室は続いているわけです。そしてそんな状況にメスを入れて当時ボロボロになっていた宮中の修理を行ったり多額の寄付を行って一部祭祀の復活を試みようとしたのが他でもない織田信長だったんです。越前にも院部氏がいたと話しましたが、おそらくこの越前院部氏が織田家の出自だと考えると歴史はちゃんとつながっているように見えて面白いですよね。ということで今回は阿波説について改めてまとめてみましたが、いかがでしたか？阿波説にもいろんな見方があるという点や、このチャンネルでは縄文以前の九州や東日本などの文化もあった上でその後の出戻り組による新しい歴史の起点が淡路なのではないかというスタンスが分かってもらえると、今後の動画もさらに楽しんで見ていただけるんじゃないかなと思っています。なのでそういったところも踏まえて次回は果たしとつくよみの続きをやっていこうと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。